規制概念にとらわれない心を転換してい直れと言っても一朝一夕にできるはずはありませんが辛抱強く毎日トレーニングを繰り返せば少しずつ変化していきますこのような時に特に大切なことは世の中の一般常識と考えられている既成概念にとらわれないようにするということです規制概念にとらわれないようにするために 第一に心がけるべきことは物事を絶対視しないようにすることです。こう言うとなんだそんなことかと誰でも思うでしょうがよく思い返してみると人間はさまざまな既成概念の呪縛の中でがんじがらめになっているのがわかります。例えばほとんどの人は学校で先生に習ったことや親や他人に教えてもらった知識とか自分の狭い経験とか。 世の中の平均的な常識とかいった物差しの中で物事を判断しているのが普通です。例を挙げれば収入学歴家柄社会的地位外観などで自分や他人を評価しています。しかしこれらは本来人間の本質とはあまり関係なく人間の着ている衣服のように表面を飾るだけのもので衣服を取れば人間は それほどのの違いがああるものではありません人間への評価と言われるものは一部の人々が自分たちの利益を守るためにでっち上げた虚構であることも多いのですが判断力に乏しい私たちは自分の判断と言いながらも他人の判断を適当に借用している場合がほとんどではないでしょうか病気になったら薬を飲まなければ治りませんこれは 医者や薬屋が設けるために常等手段としている宣伝文句で実際は多くの場合薬を飲めば飲むほど病気は治りにくくなります進行したがんは不治の病です早期発見が必要ですから定期的に検診を受けましょうこれなどは現代西洋医学のがん研究やがん治療をやっている連中が 失業しないために流している悪質なデマというべき規制概念です。国会議員ですら、自分の学歴を殺傷しようとする人がいるのは、人間の価値判断というものが、いかに規制概念に支配されているかを、よく知っているからなのです。すなわち、高学歴立派な人という規制概念です。現在は、 マスコミ、マスコミュニケーション、大衆への報道ないし、伝達を行う新聞、雑誌やテレビ、インターネットなどという怪物が加わって、勝手に世論を操作しているので、私たちも自分の意見を言っているように思っていても、どこかのマスコミの御用評論家の言った内容を、適当に釈用して、自分の判断であると思い込まされているのが実情ではないでしょうか。現代人は 新聞雑誌テレビインターネットをはじめとするさまざまな情報の洪水の中で生活しています現代では膨大な知識を習得するために学生としての就学年数は長くなり最近は大学院まで行く人も増えました職場でも自己啓発セミナーや研修などと称して知識を切り売りする勉強会が流行しています 私の専門分野のがんの医学論文だけでも私が一生かけても読み切れないほどたくさんあります。またがんに関する学会や研究会もそれこそ星の数ほどたくさんあります。こんなにたくさんの知識は必要でしょうか老子は学を立てば憂いなしと言っています。人間は余分な知識を詰め込めば詰め込むほどバカになるということは 今も昔も昔変わらないようです心を転換して居直りを目指す人はまずこういうものに惑わされない目を養っていかなければなりません不必要な知識は切り捨てて物事の原理原則を見抜く力が必要ですそれには自分という常識的な殻に閉じこもっていてはダメで今までの自分の殻を破って 世の中の中常識に挑戦してみることが必要ですとにかくあの人から見て私はとか私から見てあの人派などという常識的な比較をやめ宇宙から見て私は意の桁違いに大きいスケールに切り替えてくださいこのように考えれば他人のことや常識的見解などはクソくらえでどうでもよくなりますあとは 他人のことなど気にせずに、せずあるがまま、己の生きたいよんに,いいにかかる人はがんこであるからがんにかかるとも言われていますがんこのがんはがんに通じるというわけですこれも心が既成概念にとらわれて融通が利かないことを意味します多くの人は自尊心プライドが高すぎて自ら不幸を招いています 私は、他人より、頭脳が優秀だ、金持ちだ、美人だ、ハンサムだ、レベルの高い学校を出ているなど、どうでもよいことに優越感を抱いて自慢し、他人からバカにされることを極端に恐れています。また、逆に、能力がない、貧乏である、背が低い、容姿が醜い、学歴が低いなど、どうでもよいことに劣等感を大敵にやみ、 自らを不幸にしていいる人もいます劣等感はプライドが高いことの裏返しの現象で要するに他人に自分がよく思われたいという気持ちが強すぎるのです実際は自分が思うほど他人は人のことは気にしていないものなのですがつまらないことで悩んだ挙句ノイロージェになる人もいますこんなことは愚の骨頂ですまた 私は周囲から無能力者と思われていると悩む人もいます。しかし世の中では無能であったり役立たずであった方がいいことも多いのです。有能な人は重要な地位につくため苦労してかえって過労死するかもしれません。中国の孤児に出てくる房が王の息子のように。 馬から落ちてびっこになったために戦争に取られず長生きをしたという逸話もあります。また、美人だ、不美人だと言っても、そんなことは人間の基準でしかありません。総師に次のような文章があります。ガジケツが死の王ゲイに問いかけた。先生は、万人が一致して正しいと認めるような事実をご存知でしょうか。わしは、 そんなことは知らないよ。それでは、先生は自分が知らないということをご存知でしょうかそれも知らないね。すると、一切のものは何もわからないということになるのでしょうかすると、王ゲイは答えた。それも、わしにはわからんよ。だが、せっかくだから、一度試しに行ってみよう。自分で知っていると思っていることが、 実は何も知らないことであったり反対に自分で知っていないと思っていることが案外知っていることであったりするものだそれではお前に尋ねてみよう人間は湿気の多いところで寝起きすると腰の病気が出て半身不随になって死んでしまうが土壌などはそんなことはないではないかまた人間は高い木の上に住んだりすると 震え上が平気だ。人間、土サルのこの三者のうちでどれが本当の住処を知っていることになるのだろうか人間は家畜の肉を食い鹿は草を食いムカデはヘビをうまいと思いトンビやカラスはネズミを喜んで食うこの4つのもののうちでどれが本当の味を知っていることになるのだろうか 猿は犬猿をメスとして追い求めドナカイは鹿と交わりドジョウは魚と仲良く泳ぎ回るところで毛やウララ姫は人間がこれを絶世の美女だとするけれども魚はその姿を見ると恐れて水中深く沈み鳥はその姿を見ると驚いて高く飛び去り鹿の群はその姿を見て一目散に逃げ出すだろう わしの目から見れば、世間で友人儀のけじめや、是非の道筋などは、わけがわからないほどに混乱しており、わしには、さっぱり区別がつかないよ、そうし、ひとし、仏論編。モーとウララ姫は、古代中国で、絶世の美女として、その名が伝えられていますが、この二人はいくら美女といっても、それは人間に対してだけなのです。人間以外の動物に対しては、 美としてのの価値は全くないのです同様に是非や善悪などの価値観も人間に対してだけ存在するものであり相対的な価値しか持っていません人間という限定された立場を離れるならこれらの価値の差別はたちまち消失しそこには美衆もなく善悪もない絶対の世界が現れると宗氏は主張しています昔から 大人物になる条件が3つあると言われています。命が危うくなるような大病をする、職を失い路頭に迷う、すなわち浪人する、罪を犯して刑務所に入る、の3つの条件です。このような、厳しい人生の試練に耐え抜いてこそ、立派な人間になれるのだ、と言っているわけです。癌などの病魔に侵され、もうだめだと思って意気消沈するより、 地獄の底で心を転換し治って、これを肥やしにして大人物になってやるという心意気を持つことが必要です。中国の古典宗氏の冒頭に次のような有名な文章があります。北名に魚あり、その名をコントなす。この大きさ、その幾千になるかを知らざるなり。かして鳥となる。その名を大鳥となす。頬の背は、 その幾千里なるかを知らざるなり。誇りで飛ぶに、その翼は、しで天の雲の証し。これの、鳥や、海運けば、即地将に、南名にトラントス。南名とは甘けなり。人しかいとは、海を志すものなり。海の源源に、いわいわく、頬の南名に取るや、水に打つこと三千里。 ゆらを白地て登るもの9万里、去りて6月をもって生き生ものなりと、北の果ての暗い海にコンという名の、幾千里ともわからない巨大な魚が住んでいます。このコンが化身して鳥になります。その名を大鳥といい、頬の背の広さは、幾千里とも計り知れないくらい巨大です。この大鳥が震いたって羽ばたくと、その翼は天空の雲のようです。 この鳥は嵐が来ると見るや南の果ての暗い海に向けて飛び去ろうとします。怪奇な話をよく知っている人視界というものの言うには、頬が南の海に移ろうとするときは翼を開いて3,000里の水面を打ち旋風に羽ばたきながら3,000里の高さに上昇し飛び続けること6月で到達して休むのである。ここに出てくる大鳥は、 名誉小綱大砲の名綱のの由来となっていますコンとか大鳥とかいう途方もない魚や鳥が実際に存在するかどうかは別としてこの世のつまらない俗事を超越して悠々と大海を泳いだり果てしない天空を飛び続けたらどんなに良い気持ちでしょうかゆっくり休息してこのような空想を頭の中にイメージして巡らせれば腹の立つことも 自分の病気もどこかへ消滅していくのが感じられるはずです。